皆さんおはようございます。アロアロの滝田ひろみです。さあ、今日はですね、サンビメイクとボーンブロスのプログラム9日目の朝を迎えてます。さあ、無事にですね、9日目の朝を迎えられてほっとしています。11月1日からですね、トレーニングを始めてきて、そろそろ体の、ね、疲労も出てきてですね、朝起きるのがしんどいなとか、最初トレーニングを始めるまでちょっと重い腰を上げないとっていう感じの日々になってきているかなと思います。で、ですね、昨日お伝えした体の変化、こんな感じです。さあ、本当にちょっとずつですけれども、体にも成果が出てきてるかなっていう感じがします。で、育児もね、大変な時期なので、最近ですね、体が夜になるとすごくだるくなるので、時々ですね、中学2年生の息子にマッサージしてもらうんですけども、昨日ね、息子がマッサージしてくれた時に、あ、ママちょっとお尻が硬くなってきた、背中もちょっと変わってきたよって言ってくれたので、あ、少しずつ筋肉が増えてきているのかなっていう感じがしてます。自分でもですね、最初あんまりその筋肉痛以外実感なかったんですけども、ちょうど土曜日、7日目ぐらいに、あ、体ちょっと変わってきたなっていうのを自分で実感しました。普通の日常生活でお腹にちょっと力が入る感じとか、そうですね、体がキュッと引き締まってる感じをちょうど土曜日ぐらいから感じてます。なので、そういうところでモチベーションを上げて、ちょっと今中だるみというか大変な時期かと思いますけれども、ここちょっと踏ん張ってね、続けていきたいと思います。続けることで絶対ですね、自分の体を変えることはできるので、自分の体に施した努力、トレーニング、絶対自分を裏切ることがないので、ここね、ちょっと頑張って乗り越えていきたいと思います。さあ、今日もですね、筋トレ、速いスピードですけれども2セット、あとですね、ピラティスは今日背中周りの動きが多いです。あとヨガはバランス系ですね。これ、大変ですけども頑張っていきましょう。さあ、寒い季節になってきてますので、必ずですね、ウォーミングアップでしっかりね、体を温めてから、サンビメイク行ってみてください。さあ、楽しんで自分の体が変わると信じて頑張っていきましょう。それではどうぞ。さあ、それでは今日も楽しくサンビメイクのプログラム始めていきたいと思います。さあ、まずはワイドスクワットからです。つま先を膝外向き、向きを揃えます。足は肩幅より広めに開いていきますね。そのままお尻斜め後ろです。さあ、お膝とつま先しっかりと向きを揃えていきましょう。さあ、お尻を上げてくるとき、お膝を伸ばしてくるときに、お尻の穴をキュッと締めるようなイメージ大事にしてください。さあ、上体が前に倒れすぎないように意識して、お尻は斜め後ろに引いていきます。さあ、このエクササイズでお尻と内ももにしっかりと効かせていきますね。さあ、お膝曲げるときしっかりと息を吐いていきます。さあ、今日もまずは20回ずつ行っていきますね。筋トレ今日も2セットになります。頑張っていきましょう。さあ、次はヒップレイズになります。四つん這いの姿勢をください。さあ、そのままですね、片膝を上げていきます。骨盤が一緒に上がらないように、腰骨が一緒に上がらないように気をつけて、さあ、お膝を開きます。さあ、両方の腰骨、肩上がりませんので、そんなにお膝大きくは開かないです。で、開くときにしっかりとお尻に効いているのを感じながら行っていきましょう。さあ、このエクササイズはお尻にしっかりと効かせていきます。さあ、目線は30センチ前の床を見ておいてくださいね。しっかりお尻に効いてますか？さあ、反対側も行っていきます。さあ、腰骨が開かないように気をつけて、さあ、両方の腰骨、肩、床に対して平行です。お膝をできるところまで開いて、お尻にしっかりと効かせていきますね。OK です。さあ、3つ目はプランクの姿勢で体格の肩を
手のひらで触っていきますね。さあ、まずはプランクの姿勢しっかりとっていきましょう。肩からかかとまで一直線です。さあ、左右の肩を交互に触っていきます。対角の手で触っていきますね。これ辛い方はそのままプランクキープでお願いしますね。さあ、徐々にお尻が上がっていかないように、最初から最後まで肩からかかとまで一直線意識していきましょう。4つ目はプッシュアップになりますね。さあ、前半は四つん這いで行っていきましょう。さあ、肘を外へ開いていきます。さあ、今日もしっかり胸に効かせていきますね。さあ、肘がしっかり外に開いてますか？手のひらでしっかり床を押して肘を伸ばせてますか？さあ、ぜひ意識しながら行ってみてくださいね。さあ、胸にしっかり効いてるでしょうか？意識していきます。顎の下がりが甘くなってないですか？顎は1回ずつ丁寧に床に近づけていきます。はい、 OK です。さあ、5つ目はニータックになりますね。仰向けに寝ていきます。さあ、腰を保護するために手の甲はお尻の下に引いていきます。さあ、そのままお膝を曲げて胸に寄せて、その後しっかりお膝を伸ばしていきます。さあ、しっかりとお膝を引き寄せて、その後しっかり足を伸ばしていきましょう。さあ、このエクササイズが辛い方は足を上げる角度を高めに設定してくださいね。さあ、きつめでいきたい方はかかとを、足を伸ばすときですね、かかとを低めに出すようにしてくださいね。さあ、呼吸しっかりと取っていきましょう。さあ、しっかりお膝が伸びてますか？意識していきます。はい、 OK。 さあ、それでは筋トレ2セット目頑張っていきましょう。さあ、まずはワイドスクワットです。お尻を1回ずつ丁寧に深く下ろしていきますね。さあ、お膝がつま先よりも中に入らないように気をつけて。さあ、お尻は斜め後ろ、上体を起こしていきます。お膝を伸ばしてくるときにしっかりお尻をキュッと締められてますか？これ意識してもらうことで内ももにより効かせていきますね。2つ目はヒップレイズですね。さあ、まずは四つん這いの姿勢。さあ、そのままお膝を外へ開いていきます。さあ、気をつけてもらいたいのは、一緒に肩、腰骨が開いていかないように、上げるのはお膝だけになりますね。さあ、お尻にしっかりと効かせていきましょう。今効いているところしっかり感じながらエクササイズ行ってみてくださいね。反対側も行っていきます。さあ、お膝を外へ開いていきますね。さあ、呼吸しっかりできてますか？お膝を開くときにしっかり息を吐いていきます。OK です。さあ、3つ目はプランクとショルダータッチになりますね。さあ、まずはしっかりとプランクの姿勢。さあ、片手を上げるときにね、一緒に肩が開きすぎないように気をつけていきましょう。できるだけ両肩が床に対して平行になるように意識して行っていきますね。
さあ呼吸はしっかり行っていきましょう。目線は30センチ前の床。さあ肩からかかとまで一直線必ず意識してください。腹筋の力が抜けないようにしましょう。はい、OK です。さあ4つ目はプッシュアップ。最初の10回は四つん這いで行っていきますね。さあ後半はまずは腕立て伏せの姿勢を作っていきます。さあそこからお膝を落としていきましょう。足は後ろでクロスします。さああとは一緒ですね。さあ肩からお膝まで一直線、肘を外側へ開いて上体を下ろしていきましょう。さあできるだけ顎は床に近づけていきます。で私もまだまだ角度浅いですけれども、いける方は顎と床の間が2センチになるぐらいまでしっかり顎を下ろしていきます。さあ筋トレ最後はニータップになりますね。仰向けで腰を保護するために手のひら、手の甲ですね、お尻の下に引いていきます。そのままお膝をしっかりと胸に引き寄せて足を伸ばしていきましょう。さあレベルアップされる方はかかとを伸ばす位置ですね、床と、近づけていきましょう。低い位置にかかとを伸ばすように、かかとを遠くへ置くようにしてみてくださいね。さあ、顎が上がらないように顎は軽く引いて、お首しっかり保護していきましょう。さあ、呼吸しっかりとっていきます。さあ、腹筋、お腹に効かせていくエクササイズになりますね。さあ、それでは続いてピラティスに入っていきますね。さあ、まずはスイミングという動きになります。さあ、うつ伏せに寝ていきますね。両腕は前へ伸ばしていきましょう。さあ、息を吸って。さあ、体側の腕と足を一緒に上げていきます。それを左右交互に行っていきますね。さあ、方法としては、息を吸ったら5動作入ります。息を吐いて5動作ですね。息を吸う間に右手左足、左腕、右足の組み合わせ 1,2,3,4,5 回動かします。吐いたら同じように 1,2,3,4,5 回動かしていきますね。さあこの動きで背中周りですね、脊柱起立筋群と、あと股関節筋群ですね、股関節周りの筋肉をしっかり使っていきます。さあ全身のコーディネーション能力を高めていきますね。さあ息を吸って 1,2,3,4,5 吐いて 1,2,3,4,5 ですね。さあ2つ目はシングルレッグキックになりますね。うつ伏せになってもらったら、肘が肩の真下に来るようにして上体を起こしていきます。足の甲は床につけていきましょう。息を吸って準備をしたら、吐きながら片方のお膝を曲げて、かかとで2回ずつお尻に向かってキックです。吸ってマットに戻します。この繰り返しになりますね。息を吐いてキック2回、吸って戻して吐いてキック2回。
で脊柱起立筋群ですね、背中周りの筋肉と大臀筋、お尻の筋肉、あとハムストリングス、太ももの裏をしっかりと鍛えていきますね。鎖骨盤周りしっかり安定させるために、お腹の筋肉、お腹の力が抜けないようにね、お腹周りしっかり働かせていきましょう。さあ息を吐いて2回キック、吸って戻して、吐いて2回キック、吸って戻して、さあかかとでしっかりとキックしていきますね。さあ下半身の筋力柔軟性を向上させていきますね。続いてダブルレッグキックになります。手の甲を、背中側につけてうつ伏せです。息を吸って準備して、吐きながらお尻に向かって3回かかとキック、吸って、今度は上体を起こして手を足の方に伸ばしていきます。さあお顔も一緒に動かしていきますね。吸って、吐いて、お顔を左、吸って、吐いて右。さあ3回お尻に向かってかかとでキック、かかとをキック、吐いて、吸って、手を足の方に伸ばして、上体起こして3回キック。じゃあこの動きで脊柱起立筋群とハムストリングス、太ももの裏ですね、しっかりと使っていきますね。お顔左、吸って、手は足の方、吐いて、お顔右、3回キック。この動きも全身のコーディネーション能力を高めていきますね。吸って、吐いて、左向いて、吸って、かかとで3回お尻をキック。はい、 OK です。さあ次はヨガに入っていきますね。さあ今日は片足バランスのポーズからとっていきます。さあ足を揃えて立っていきますね。さあ左のお膝を曲げて持ち上げたら、息を吸って胸に寄せ、吐いて外側。息を吸って、左足の裏、右の足の、側面に置きますね。息を吸って両手上です。さあ自然呼吸、顎は軽く引いて、お首の後ろ側伸ばして、さあおへそを細く長く伸ばしていきますね。息を吸って、吐いて、解放です。さあ今度左の右のお膝ですね、持ち上げて、息を吸って引き寄せたら、吐いて外側。右の足の裏、左の太ももの側面、息を吸って両手上。さあ左足の親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点にバランスよく重心を乗せていきます。さあしっかり体を引き上げていきます。息を吸って、吐いて、解放です。さあ2つ目は弓のポーズになります。足を揃えて立ちます。さあ左手横、もう一つ後ろ。さあ左足をできれば内側から持っていきますね。息を吸って、右手上、指の間開いて、吐いて少し前。息を吸って引き上げて、吐いて、まず右手の位置を定めていきます。大丈夫な方は左足ぐっと持ち上げていきましょう。さあ自然呼吸です。
息を吸って吐いて解放です。さあ続いて右手横、もう一つ後ろ。さあ右足を内側から持って、お膝とお膝しっかり揃えます。息を吸って左手上、指の間開いて、吐いて少し前、息を吸って引き上げて、吐いて、まずは左手の位置を定めます。大丈夫な方は右足ぐっと引き上げていきましょう。息を吸って吐いて解放です。さあ最後は T 字バランスになりますね。足を揃えて立っていきます。左足一歩後ろ、息を吸って両手上、吐いて、まずはカタカナのイの字を作っていきますね。息を吸って引き上げて、吐いてローマ字の T。 さあ目線は前の床を見ていきますね。じゃあ呼吸止まりやすいポーズで自然呼吸続けていきましょう。さあ右足の親指しっかり床に置いていきますね。息を吸って吐いて解放です。さあ続いて右足一歩後ろです。息を吸って、右足一歩後ろ、息を吸って両手上、吐いて、まずはカタカナのイの字、息を吸って引き上げて、吐いてローマ字の T。 さあつま先は遠くへ向けていきますね。さあ左の親指の付け根しっかり床へ置いていきましょう。内ももも働かせていきます。息を吸って吐いて解放です。はい、OK です。お疲れ様でした。さあ皆さん、今日のトレーニングはいかがでしたでしょうか。ですね、このプログラムは賛美メイクといってですね、私が運で美しくなるっていうのをコンセプトに作っているプログラムなんですけれども、一応、産後の女性をターゲットに作っているプログラムになります。でも産後っていうのは、私みたいに赤ちゃんを産んですぐのママっていう意味ではなくて、私は出産をして、それからずっと産後と捉えているので、出産を終えた女性すべてに、受けていただきたいプログラムとしてこのプログラムを作ってます。で、そうですね、産後、何年も経ってくると自分の体がたるんできても、まあいいかって過ごしてしまったり、あ、人に見られるの嫌やなと思ったら、ちょっとブカブカのね T シャツを着たりズボンを履いたりとかしてごまかされる方も結構いらっしゃるし、それでも別に普通に日常生活を送っていけるんですけれども、やっぱりですね、いくつになっても自分の体なので、なるべく健康で美しい体を作りたいっていうのは皆さんの願いだと思います。で、この賛美メイクにあたっては、いくつになって始めていただいてもすごく効果があるように作ってます。しっかりトレーニングすることで筋肉量を増やして、メリハリのある、でまた女性らしいボディーラインが作れるように、私がいろいろですねプログラミングして作ってますので、ぜひ、どの女性にも、どのライフステージにいる女性にも受けていただきたい。本当のことを言うと、賛美メイク産んで美しくなるっていうプログラムを作ってますが、出産されてない女性の方すべて、もしくは男性の方にも本当は受けていただきたいようなプログラムです。皆さんにおすすめのプログラムですので、ぜひですね、ご家族でやっていただいてもいいですし、ママ友さんで集まってやっていただいてもいいですので、ぜひ日常生活の中に取り入れていただけると嬉しいなと思います。さあ今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではですね、今日もトレーニング後のご褒美ボーンブロスをいただきたいと思います。さあ今日もお気に入りのレモンを入れてですね、ボーンブロスをいただきたいと思います。ですね、昨日からボーンブロスの効果のお話をさせてもらってるんですが、そうですね、肌の変化の次に
これもね、ボーンブロスの効果ももちろんあったと思うし、産後日にちが経ったっていうのもあると思うんですけども、出産して退院して戻ってきた時ですね、私の場合は旦那さんとも別居婚だし、でお母さんもくも膜下で倒れちゃって、要介護5なので、それを父親が見てるので、手伝ってくれる人がいなくてですね、産後退院してすぐに日常の家事を始めました。産後の日立ちって言われるので、本当はあんまりね良くないかもしれないですけども、でも必要に迫られてというか、上のね2人は中学生と小学生なので、やっぱりちゃんと朝ごはん作って出してあげないといけないし、最低限赤ちゃんの周りはきれいにして清潔を保ってあげないといけないし、まあ、子供たちが帰ってきたら宿題見たりとか、お風呂の準備とか、いろいろ沐浴もあるので、日常の家事を始めてしまって、そうですね、特に産後の3週間ぐらいまでは、めまいがすごくひどくて、夜中授乳で起きる、寝た状態から座る時にすごくめまいを感じてフラフラしたりとか、動いてる時はいいんですけれども、寝た状態、昼間でも赤ちゃんと一緒に、りょうちゃんと一緒に体を休めて起き上がる時にものすごいめまいを感じたりっていうのがありました。のぼせのような感じもあって、でもまあどうすることもできなかったので、そのまま過ごしたんですけれども、ボーンブロスを取り始めたのもあるだろうし、産後1ヶ月を過ぎた時期っていうのもあると思うんですけども、めまいを全く感じなくなりました。でこのボーンブロスからは鉄分がしっかりと取れます。で、ほうれん草が鉄分の代名詞みたいに思われてるところがあると思うんですけども、もちろんほうれん草自体は鉄分がたくさん含まれてるんですけども、体に吸収されにくいんですね。植物性の鉄っていうのは、植物性のものから鉄っていうのは、吸収されにくくて、動物性の食品に含まれる鉄の方が体には吸収されやすいんです。なので鉄分をもし食品から取りたいっていう場合は、ほうれん草より、牛肉とかの方がおすすめです。なのでこれ牛骨のスープですよね、鉄分不足で困ってる女性の方にはとってもおすすめなんです。で私もともと鉄分不足がすごく激しいので、そういう方にはぜひ飲んでもらいたいスープです。それではいただきたいと思います。